北極星、片山弘子。夜眠る前に北の窓を開けて北の空を見ることが私の癖になってしまった。窓から二軒ぐらい離れて、林家の地主の大きな納屋が立っている。昔住宅であったこの納屋は古くても立派な屋根を持っている。 その黒々とした大きな屋根の上を少し外れたところに北斗の星が見える。どこで見ても変わらない位置のあの七つの星は納屋の屋根の真上から斜めに広がって一番遠い端のものは広い夜空の中に光っている。しかし私が決まって眺めるのはあの根の星、つまり北極星である。肉眼で見るとあまり大きくはないが、 静かに静かに光って瞬きもしない。限りなく遠い、限りなく正しい、冷たい、頼りない感じを与えながら、それでいて、どの星よりも頼もしく、我々に近いようでもある。人間に毎晩呼びかけて何か言っている感じである。浜田山に疎開して以来、月や星を眺める気持ちで亡くなったのに、 不思議に毎晩眠る前には北の星を仰いで何か祈りたい心になる。何を祈るのか自分でもわからない。頼りなく小さい、儚い人間の身を見てくださいと星に言うつもりだろうか。伝説には遠卓騎士の大将アーサーが北極星から名をもらったという話もあるが、偉い人にはいろいろな伝説がつくので、 どこから名をもらっても差し支えない。多分中世紀かそれより以前に栄えた人であったろう。大王ペンドラゴンは無限に広い領土を持っていた。ペンドラゴンという字は辞書には覇王と訳してある。ただのドラゴンは竜であり星の名でもあるから、どっちにしても偉い王であったに違いない。今の全ヨーロッパの土地から北は北極まで、 西はブリテンの島々の向こうのぼうぼうたる太陽まで支配していたその大王ペンドラゴンの一人子、金髪の少年スノーバード雪鳥はある夕方茂った山を出外れた丘に出て西北に限りなく広がる海を見ていた一日中彼は考え事をしながら歩いていたのである 父なるペンドラゴン王とその尊い一族は神ではないが、この世に生きている人間たちよりはずっと神に近く、知恵もあり力もあり、礼儀の美しさを守る偉大な存在であることを彼はよく知っていた。そのペンドラゴン大王と別れる時が近く来ることを王子は優れた霊地によって知らされているのだった。 自分はもう子供でなく大人になりつつあるのだと思うと今までの子供時代の名を捨てて何という名を名乗ろうかと考えて彼はヘザの草原に腰を下ろして海を見ていたがいつか眠ってしまった何か物の気配に目を上げてみるとすぐそばに背の高い立派な人が立っていた神であろうかと彼は思った我が子よ 私を知らないのかとその人が言ったが彼はその人に見覚えがなかったその人がまた言った我が子よ私を知らないのかお前の父ベンドラゴンだあそこに私の家がある遠からずお前に別れてあそこに行かねばならぬだから私はお前の夢の中に来たのだ そう言ってその人は北の空の無限の深みに夜ごとに現れる北の星座を指さした少年はその星を仰いでまた目を返して父を見たがもうそこには誰もいなかった彼は体が震えていつまでも北の星を見ているうちに急に自分の身が軽くなり雲のようにふわふわと空へ登っていった夢を見るような気持ちで 空の無形のはしごを上り上りやがて北の果ての空の大熊星と呼ばれる星まで来たそこに幻の目に見えたのは高貴な偉大な七つの姿が大きなテーブルの形の丸い深淵の上に腰掛けているのだったその姿の一人一人が額に一つの星をいただいていた地上の彼の家の窓から見慣れた あの七つの星まで彼は来てしまったのだそしてその星の小王を支配する大王は彼自身であった驚いて見ているうちに彼の影は大きく大きくなって太陽の波のように響く声が言った神に結ばれた友達大いなるものが小さくなる時が来た彼自身の声がそう言ったのである 少年王は夢の中に自分が流星のように落ちてゆくのを感じた。やがて彼は雲となり霧となってふるさとの山の上に沈んだと思った。風に吹かれ体が冷えて空を仰いで北斗を見たとき、彼はすっかりのことを思い出した。山を降りて父の家に近づくと、 ペンドラゴン大王と部下の勇ましい騎士たちが揃って門を出て彼を迎えた。ドルイドの司祭は未来の大王たるべき王子が山の静寂の中で天の使命を受けたことをもうすでに父王に知らせたのである。少年は恐れる色なく一同を見て、私はもう少年のスノーバード、雪鳥ではない。今日からアース・アールとなりました。 と言った。古いイギリス語でアースは熊であり、アールは大いなる、または驚くべきの意味。そこでみんな彼をアーサーと呼んだ。星の中の驚くべき星、大熊の星である。ペンドラゴンが言った。我が子アーサーよ。私は老人になった。 もうじきにお前が王とならなければならぬ。何か一つ欲しいものを私に言ってくれ、どんな望みでも叶えてあげよう。そう言われてアーサーはあの夢を思い出して父に言った。父上のお後に自分がやがて王となる日には新しい騎士の一団を作りたいと思いますが、まずはじめに七人の純潔な独身の騎士を選んで、 自分の仲間としていただきたい。それから牧章に頼んで丸いテーブルを自分と七人の仲間が楽に腰掛けて食事のできる大きさに作らせていただきたいと頼んだ。王は承知した。アーサーは七人の清らかな若い強い騎士を選んで彼らに言った。君たちは今大熊の子供となった。私の仲間であり。 西の王となるべきアーサーの部下である。以後、円卓の騎士と呼ばれるだろう。その名をあざける者は死ななければならぬ。この世のいかなる栄光もその名の輝きには比べられぬ。君たちおのおのはその栄光の騎士の一人である。その名を汚すな。三年のち、大王ペンドラゴンが死んで、アーサーが王となった。 父から受け継いだ領土以外に彼はもっとずっと広い西の大王となったのであるヨーロッパの国々とに西の方ではアーサーの伝説の伝わっていない国はない暖かい南仏の海沿いの岩穴にも北の山国の古い都にもアーサーの眠っていると言われる跡が残って彼は死なずにただ眠っていることになっている イギリスの詩人テニスンの詩「アイデルズ・オブ・ザ・キング」にはアーサー王の高貴な不幸な生涯を哀れに歌っているこの島にアーサーが来る前には小王を割拠して戦争を絶え間なく王は王を攻め国全体を廃墟としたその上に外国軍は幾度か海を越えて侵入し国に残るものを略奪した 国は荒れて野となり、獣ら無限に増えはびこり、人間は弱り滅びてゆく。その時アーサーが来た。滅びかけたその島国にアーサーが来て、立派なブリテンの王国を建てたのだが、この島以外に海の北に、南に東に、無変の領土を支配していた彼である。カムリアードの王レオドグランは、 一人の美しい娘を持っていた。ただ一人の娘、地上に生きている者の,の中で最も美しい。ギニービア、それは王の唯一の喜びであった。詩の第一章に美しい王女を歌って花の匂いを添えているが、北極星の伝説の方ではそういう彩りはなく、 星そのもののように冷たく寒い話である。夜眠る前、私が北の星を眺めるとき、アーサー王の話をいつも考え出すわけではない。私はただ星そのものを見て、この世の中の何もかも変わってゆき、また変わりつつあるときに、変わりないものが一つだけでもそこにあることが頼もしく楽しいのである。 私が頼もしく思っても思わなくても北の星に何の感じがあろうか。それにしても昔から決まったあの位置に東北と静かにまばたきもしないでむしろ悲しそうな顔を見せている星は素晴らしいと思う。すべての正しいものの源である神もあの星のように悲しい冷たい静かなものであろうか。私はそう信じたい。